マッキャナイダー・ドーホーリアの海岸、マッキャナイダー・ドーホーリアは、アイルランドのゴールウェイ県、コネマラ、ゲール・タハトのキャマスとキャラローの間にある村。この地名はアイルランド語で最長の地名であると同時に、あらゆる言語において、アイルランドの地名の中で最長であると言われている。マッキャナイダー・ドーホーリアの地図、マッキャナイダー・ドーホーリアは、二つの海の間の豚型の丘の意味する。 村内にはアイルランド語で同じ名前を持つ存落があったが、英語では短い名前のマックナサリアが使用されていた。1911年の国勢調査では、マカナゲ・ドゥーダホリアと綴られていたが、公表された報告書では22文字の綴りになっている。カミウスベイの低い湿った半島にあり、金原で地方道 R336 号の道路を西に曲がるか、 カスラを出て、地方道 R374 号の道路を北西に進み、スクラトグ通りで曲がり北上することで行くことができる。国勢調査で記載されているものには、以下のような人口が記録されている。ジョルジュ・ペレックの小説、人生使用法の中で、この地域について言及されている。マコネイダード・ウォーハウリア・アット・ザ・アイリッシュ・プラス・ネイムス。 データベース、リリーブド、2010年9月30日、ジェリー・コフランマーチン・ヒューズ、アイリッシュ・ランゲージカルチャー、ロンリー・プラネット、2007、ページ213、マイ、T.S. モイシャニッチ・マール・エイテーニャム、ジャーナル・オブ・ザ・ロイヤル・ソサエティ・オブ・アンティック・ウェリーズ、オブ・アイルランド・パチ15、893、ジェイスター25509201、マクネザリア、 プラスネームスデータベースオブアイルランド2013年11月13日閲覧。ファーストエディション6インチマップメイポーベアオードネンスサーベイアイルランド2013年11月13日閲覧。ハウジズ・イン・マカナゲ・ドゥダホリアセンサスオブアイルランド1911ナショナルアーカイブス2013年11月13日閲覧。AB センサス1911アイルランドエリア、ハウジズ、アンドポピュレーション、この音、アイルランド、1911ページ86、ヒポップップ、ORG、2013年11月13日、閲覧。マコネイダード・ウォーハウリア・グーグルマップス、リリーブド、2013年11月12日、センサス1881アイルランドエリア、ポピュレーションナンバーオブ・ハウジズ、 ボリューム 4, アイルランド1881ページ96。ヒポップ ORG, 2013年11月13日、閲覧。ペレック、ジョルジュ、ライフ、a ユーザーズマニュアル、ロンドン、ビンテージ、ピアニッシモ、52、ISBN9 兆7800億9944万9256。ありがとうございます。